セカンドストリート、セカンドストリート、セカンドストリートは日本全国にチェーン展開している総合リサイクル店。2010年、平成22年1月1日からは店舗運営会社の社名にもなったが、2013年、平成25年4月1日付で株式会社ゲオに吸収合併されることになった。新谷美幸が1988年、 昭和63年6月に創業。1995年、平成7年3月に、香川県高松市に、大型古書店、ブックマーケット、ブックマーケット1号店の寄付特典を開店し、翌年の1996年、平成8年3月には総合リサイクル店、セカンドストリート1号店の東バイパス店を開店した。そして、 同年6月には、ブックマーケットの、フランチャイズチェーン1号店の蒲田店を開店させ、フランチャイズチェーンの本部事業にも参入した。2001年、平成13年11月に、エージェンスと共同で当社が40%を出資して、バナマルを設立し、サヌキュードンチェーン事業に参入した。そして、子会社が2002年、平成14年7月に、 フランチャイズ形式で、北海道札幌市に、まん丸まはなまるうどんを出店したが、9月に、業務提携を解消することになった。古海社ティプロジェクトを設立し、2002年、平成14年10月3日に1号店の、さぬきこまちうどん札幌店を出店し、2003年、平成15年4月に、国分寺町国分に、うどん製造の高松工場を貸させ、2004年、 平成16年4月に直営37店とフランチャイズ13店の計50店となった。しかし2003年平成15年夏以降売り上げが落ち込んで赤字となったことから2004年平成16年6月に吉野家ホールディングスへうどん事業を経営上とし同事業からの完全撤退するとともに運営していた子会社の T プロジェクト 高松市を2005年6月に生産することになった。このうどん事業の子会社からの完全撤退に伴って、約3.6億円の損失を計上するなどしたことから、2004年、平成16年6月期決算の連結業績は、当期損益約13.53億円の赤字に転落することになった。そのため、2004年、 平成16年6月30日に JBF パートナーズが運営、管理する投資事業有限責任組合を引き受け先とする普通株式を発行して約10億円を調達する第三者割当増資を行うことを発表した。それに伴って9月28日の株主総会で JBF パートナーズから同社社長ら2名が当社の社外取締役に就任することになった。 また、この間の2004年、平成16年7月1日には、子会社のフロンテージとサンクル、札幌市を合併するなど、事業の合理化も進めた。2005年、平成17年3月末に、株式会社 A2 と業務提携をし、8月30日に株式会社 A2 と資本提携することを決議して、株式上と契約を締結し、 翌日の8月31日に中古書店のブックマーケット事業の商標権と本部機能を株式会社 A2 へ売却し同事業の直営店は同社のフランチャイズ加盟に切り替え同事業を縮小することになった2006年平成18年4月10日にはブックマーケットと複合カフェファンキータイムの直営店を 株式会社 A2 に営業上とする契約を正式に締結した。2006年、平成18年3月20日に、レンタルビデオチェーン大手の株式会社ゲオと資本、業務提携を締結し、同年4月28日に第三者割当増資を実施して、ゲオが約34.3%を出資することになった。これに伴い、2006年、 平成18年4月末にゲオアールの株式の60%を取得して子会社化し、同年10月1日にゲオアールを吸収合併することになった。また、2006年平成18年7月1日付で創業者の新谷幸雄社長が退任し、同日付で地区ごとに分かれていた事業運営士、会社7社を吸収合併して事業体制を再構築した。 2008年、平成20年6月24日にはゲオが株式公開買い付け TOB と第三者割当増資の引き受けによって51%の株式を取得し連結子会社化されゲオが全株式を取得し完全子会社化することになっため2010年、平成22年6月19日に大阪証券取引所第2部への上場が廃止されることになった。 2013年、平成25年4月1日付で株式会社ゲオに、九州合併されることになった。九州合併後も、セカンドストリートは、野望として継続している。セカンドストリートの店舗は、2016年3月時点で、日本全国に508店舗が展開されている。また、2018年からは海外にも進出し、アメリカに3店舗。 マレーシアに1店舗が展開されている。アンティクローズ、アンティキローズ、セカンドストリートとジャンブルストアで展開されている医療品のプライベートブランド。2011年にレディースブランドとして誕生し、ジャンブルストアで取り扱いが開始された。これに続き、メンズラインのアンティクローズワークス、アンティキローズワークスが誕生し、後に両ブランドが統合された。 ニューベーシックをコンセプトにシンプルでありながらトレンド性を持ったデザインの製品が開発されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。